疲れ様です。ゆきのです。今回はピノコニー編を最大限に楽しむための優越ポイントを簡単に整理していきます。ピノコニーの性格。ピノコニーは星海の中でもアスデナ星系に位置するリゾートエリアとして有名な宴の星。彼らは調和のアイオンスペを信仰し、それに選ばれた人々は温かく調和の取れたファミリーを結成したとされている。異なる世界で生まれ、異なる文明に生き、異なるアイデンティティを持っておっても、彼らは互いに親しい家族のように接している。そして、家族の間には、騒がしい議論や対立はなく、永遠の愛と喜びだけがあり、いつか宇宙は、調和の取れた一つの存在になると、ファミリーは信じている。そのため、ファミリーは、常に、歌で、他の世界に呼びかけ、調和の抱擁の素晴らしさを広めている。実際にピノコニーで暮らしている転換族は、全員がファミリーのメンバーであり、彼らは、五大クランのオーク家やアイリス家に属して、種族の魅力を活用して、調和のパーフェクトハーモニーを拡散している。無境と現実を行き来して、毎日スラーダを決めることで、自分だけの美しい夢を楽しみ、日々のストレスから解放され、ハッピーな気分になることができる。厳密には、現実のピノコニーには、巨大なスペースホテル、ホテルレバリーがあるだけであり、ホテルの客室にあるドリームプールという特殊な睡眠装置を利用して、現実と無境を行き来することができる。つまり、ドリームプールに入るときに、服を脱ぐのか、それとも服を脱がないのか。これは、人類の歴史から考えても、大きな議題になりそうなので、ピノコニーが実装されたら、速攻で確かめたい事項の一つでもある。なお、ピノコニーは、開拓のアイオンの時代は、スターピースカンパニーが犯罪者を収監しておくための辺境の監獄だった。かつてカンパニーが送り込んだ囚人たちは、ピノコニーで、ガーデンのために、奥方の引き上げ作業に従事した。それは、我々が毎日こなしているタスクのように、非常に過酷な労働であったらしく、囚人たちは精神が摩耗していった。そして、囚人たちの意識は、夢の中でつながり始め、労働から解放される夢を現実と思い込み、過酷な労働を強いられている現実が夢だと思い込むようになっていった様子。ピノコニーには、このような歴史的背景があるため、かつて、囚人の檻として運用されていたスフェロイドが、現在では乗り物として利用されているのは、なかなかにブラックユーモアが効いている。補足であるが、過去に、ピノコニーは、性格が発生した際に、カンパニーの制御下から外れて、現在は、アイオン・調和のシペの管理下に置かれ、今では、ファミリーの一員になっている。そう考えると、性格ハンターを狩る組織のメンバーであるサムが、ピノコニー入りしているのも、いつも、通りにヤバヤバな性格案件なのかもしれない。また、ピノコニーが過去は監獄星だったことを加味すると、公式 PV で脱落伏線が貼られているギャングたちは、速攻で監獄にぶち込まれたと考えることできる。余談であるが、ピノコニー編には、ミホヨでも古参組であられるシナリオライター様が関わっている。古参ライター様は、2016年に、ミホヨのインターンに参加した後に、採用面接を受けて、社長から、崩壊ユニバース、崩壊学園、崩壊インパクト、原子インパクトの未来予想図を掲示されている。なお、崩壊ユニバースとは、崩壊学園、崩壊インパクト、原子インパクトで構成されており、ミホヨのメインコンテンツである崩壊インパクトが中核として展開されている世界観である。実際に、原神と崩壊は、世界観が共有されていることが、原神のリリース前に公式が言及しており、原神の主人公やデイワットの天理、アビスや星界のクジラなど星界に由来する存在も多く登場している。そして、星界には魚数エネルギーが満ちており、星界の沿岸帯には自然の隔たりがあることが判明している。星界において、量子の海のエネルギーを取り込みまくって天理になった存在は語る。スタージャンパーは、太陽系の縁を、すでに、数万年も飛行している。だが、未だに、その外に旅立てていない。太陽系の外縁には、魚数エネルギーの沿岸帯による自然の隔たりがあり、スタージャンパーの試み、星間旅行は全て失敗した。量子の海の力があろうと、星、魚数の阻害を克服することはできないんだね。つまり、ミホヨワールドにおいて、魚数の木と量子の海は競合関係にあるため、星間において量子エネルギーを利用して、魚数の膜をぶち抜いて星間旅行ができないことが示唆されている。整理すると、ピノコニーに関わっているシナリオライター様のミホヨ節は、昔から哲学性に特化しており、クライマックスに向けて、一気に、
プレイヤーのメンタルが粉々になることで有名なので、覚悟が問われている。五代クラン。このような夢と、絶望のミルクあふれるピノコニーを管理しているのが、夢の主の配下である五代クランである。五代クランは、オーク家、ルーサン家、ハウンド家、アイリス家、カタルス家で構成されている。オーク家とは、政治と管理を担当しているクランであり、五代クランの実質的な指揮者でもある。要するに、オーク家は、五代クランの取りまとめをしている。オーク家は、無境内外の管理と調整を担当しており、夢の主の目標達成のために、ピノコニーの規則を遵守し、その責任を果たしている。彼らの事務所は、朝露の国というエリアにあり、クランの上層部は、朝露の国にある朝露の館で、重要な会議を取り行っている。ルーサン家とは、経済を担当するクランであり、ピノコニーにおける富の管理者である。生真面目で理系のような人たちで、ルーサン化は組織されており、ピノコニーの市場管理、競売、交易、通貨の発行などを取り締まっている。そして、ルーサン家は、ピノコニーの経済において、重要な役割を担っており、彼らは、ピノコニーの多くのブランドや起業家とも、深いパイプを持っている。そのため、富を追い求める夢追い人にとって、ルーサン家に入ることは、勝ち組になることと同義でもある。ハウンド家とは、ピノコニーのセキュリティを担当するクラン。要するに、ピノコニーの安全と秩序を守っているクランであるため、ピノコニー1の警備員と兵士は、全員が、ハウンド家のメンバーで構成されている。ハウンド家の基本業務は、無境に出現する危険を排除し、客人の安全を守ることであるため、推しキャラのドリームプールを監視しようとすると、ハウンド家にボコられる可能性があるのかもしれない。アイリス家とは、ピノコニーの文化を担うクランであり、ピノコニーのエンタメ産業の創造者でもある。基本的に、ピノコニーの芸能人は、アイリス家のメンバーで占められており、彼らは、ピノコニーの接客担当者として、宿泊客の接待などの仕事をしている。カタルス家は、建設を担うクラン。カタルス家は、無境建設のため、宇宙各地から、建築家と学者が雇われている。要するに、カタルス家とは、知識をガチ探求する人々が集まっており、五代クランの中で技術分野を担当しておるクランである。彼ら無境の建設者は、ドリー、ムメーカーと呼ばれ、各無境の辺境で夢を開拓している様子。補足であるが、ピノコニーにいるピピス人は、ルーサン化やカタルス化でガチ労働をしたり、夢追い人として理想を追いかけて、毎日を世話しなく生きている。また、ピノコニーに侵入している無寄生命体のオムニックは、カタルス化のドリームメーカーとして迎えられている様子。なお、無寄生命体は、過去に、天才クラブのルパートが、政界で第一次皇帝王座をしていたため、良くない噂もあるが、彼らの人望やスクリューガムの功績により、一定の人権を得ている。ちなみに、オムニックは、特殊な技術を使って無境にアクセスしていることから、無寄生命体は、有機生命体と同じ魂を持っている伏線が貼られていたりする。調和セレモニーの参加者。今回の調和セレモニーには、カンパニーのイケメンアベリン、イエツの花火ちゃん、レンジャーのヨミ先輩、博識学会のオフロレーシオ、エイチなブラックスワンが参戦。彼らに関しては、過去の動画で全情報をまとめているため、今回は割愛する。興味のある方は、お手数ですが、過去の動画をご参照いただきますようお願いいたします。そして、調和セレモニーに割り込む二大勢力も、ピノコニーは受け入れてくださるとのこと。その二大勢力こそが、アナイアレイトギャングと性格ハンターである。ただ、アナイアレイトギャングは、かっこいい公式 PV を運営からもらったにもかかわらず、ピノコニー実装前に、すでに、脱落確定の伏線が貼られていたりする。そういう意味では、公式 OP で、アナイアレイトギャングは、謙虚な姿勢で影を薄めていたわけではなく、最初から、ピノコニーの第一部では、活躍が与えられていなかったゆえの影の薄さだったのかもしれない。一方で、性格ハンターのサムは、公式 PV でかっこいいボコリ、愛を披露している。性格ハンターサムは、運命のスレイブであるエリオの組織に属している生真面目な人物。かつてうつ状態だったジンちゃんを、初対面にもかかわらず、彼を歯がゆしめにして鎮圧するなど、ボコリ力とスキンシップが溢れている性格ハンター様でもあらせられる。ちなみに、勤労曰く、映画で例えるなら、カフカとジンは、部屋の電気をつけた時に、ソファで主人公を待ってるというシチュエーションが好きなようだが、サムに関しては、主人公が、部屋の電気をつける暇さえも与えてくれないとのこと。つまり、サムは、無駄なことはしない仕事魂を持った自己的ハンターとも言える。実際に、カフカが、
アナイアレイトギャングのヤペラー反逆事件において、ギャングのメンバーで遊んでいたことに際して、獲物で遊ぶ癖は直せといった胸の苦言を吐いていた。ピノコニーにおける性格ハンター様の動向に注目しつつ、アナイアレイトギャングの動向にも目を光らせていきたいところである。余談であるが、ホワイトナイトではこのように語られている。夢の中の声は笑いながら言った、ここから連れ出してと。しかし私は眠りをあやめ、時を忘れた。さらに開拓者たちが最初にたどり着くのは黄金の時という無境。黄金の時のコードの由来は午前0時になる直前の瞬間であり、それは人々の今日が終わってほしくないという願いから生まれたエリア。そこでは明日が永遠に訪れず、お祭り騒ぎの夜も永遠に終わることはなく、今日の楽しみを享受するだけの夢。そして黄泉は未来を目指し、ブラックスワンは過去を紡ぎ、とある人物は今日という現在に止まっている。つまるところ、開拓者は最終的にとある人物を忘却する伏線が張られていることから、とある人物を忘れないようにカメラのシャッターをガチな姿勢で押していきたい。今回は以上で終了となります。